カラマツ族は、ラシ植物モンマツアーモンマツツナマツカの族である。カラマツラリックスケンプファリーなどの種が知られている。樹皮は暗褐色で臨場である。葉は、マツより短めの信用で、二重から40本が束状に生える。葉はそれほど濃密ではないので、林内はそれほど暗くならない。なお、金宝外科にカラマツ相属があり、これに含まれる植物にも、 カラマツの名を持つものがある。おおむねクリスマスツリー以上の形になるが、やや細長い印象を持つものが多い。最大種は、アメリカ西部の山岳地帯に分布する、ラリックスオキデンタリスという種で、樹高60メートル近くに達する。枝は、同じ高さから、四方八方に伸ばす。同じマツカノマツ族や、ヒマラヤスギ族と同じく枝には2種類あり、旺盛に伸長し我々が、 一般に枝と呼ぶものを長枝。葉の付け根にあるごく短いものを単枝という。樹皮は灰色で荒く裂ける。葉は針状で 2cm、5cm と短く、原則的に単枝の先端に20本から40本の葉が束になって生え、長枝には生えない。ただし、枝先にできる若い長枝に限り葉をつける。 この点が若い長枝であっても臨辺用という特殊な、葉しか付けない松族と異なっている。花粉は風媒であり、葉花は枝から下水し地味なものである。芽花は枝から直立し、赤色の混じるものが多い。松花針葉樹には花粉に二つの機能を持つ種が多いが、唐松族は機能を持たない。旧花は松族のものとよく似たもので多数の臨辺から。 構成されるが、松族と違い個々の林片上上に突起は形成されない。旧家からつとウロコが見える種もある。中国にカラマツによく似た形態を持つ、同じ松科の犬カラマツ、学名、サダラリックス・オマビリーズという一族一種の珍しい針葉樹があるが、カラマツ族とは、オバ花の構造が特に異なる。なお、犬カラマツについては形態こそ、 カラマツ族と似ているもののカラマツとは遠縁で、むしろモミ族やヒマラヤスギ族と共にマツカモミアカに属するとする説が強い。カラマツ族はいずれも幼児であり、成長が早いため、何らかの原因で森林が消滅した場所に真っ先に進出する樹木の一つである。通常の立地のもでは、やがては、頭皮モミなど暗い場所を好む樹木にとって変わられて一代限りで消えていくため、 川の周囲や湿原、断崖絶壁の上など特殊で悪条件の場所以外は通常から松の森が永続することはない。しかし東シベリア内陸部の大河では広大な面積のグイマツシベリアから松林が永続的に成立している。これは陶器の極端な低温と分厚い永久凍土、少ない降水量などによるものである意味では 地域全体が特殊で悪条件の場所だからと言える。カラマツ族はヨーロッパ、シベリア、ヒマラヤ、北アメリカ北部など北半球のア寒帯と中緯度の鉱山に広く分布する落葉新葉樹である。日本の高原を代表する植物でもあり、長野県や群馬県、北海道などのスキー場などに多く植えられている。落葉樹のため新緑や紅葉が綺麗で、特に紅葉は 人気があるが、他の木より、その時期は遅い。世界には10種以上あるが、日本にはカラマツ1種が、中部山岳地帯の山地帯からアコー山帯にかけて分布し、宮城県座王の馬の神だけにも隔離分布する。カラフトと千島列島、そしてシコタン島、さらに東シベリアの広大な地域には、カラマツとごく近縁なグイマツラリックスグマリニーが分布する。最終表記にはグイマツは、 北海道から東北地方北部まで分布を広げていたが、北海道では8000年前頃、東北ではそれ以前に絶滅した。成長が早いことから木材利用が逼迫した時期には寒冷地での植林樹脂として利用された。このため中部地方以北ではあちこちに人工林が存在する。北海道にも明治以降大量に植林された。かつては カラマツ族の分類は、旧家の形状によるものが有名であり、長いツトウロコを持つものを原始的なグループとして、マルティシリーリス説、短いものをより進化したグループラリックス説などと分けていたが、遺伝子的な研究から近年では、ユーラシア地域のものとアメリカ地域のものに対別し、さらにユーラシア地域のものをツトウロコの長短で分ける3、グループ説が主流になっている。 ユーラシア北部に分布室と鱗の短い種、ユーラシア南部に分布室と鱗の長い種、ありがとうございます。